続いてこ、はじめに財務省の吉川事務次官、ご存知の通り国会答弁中に突如表現し公文書の改ざんを告白しました。次に札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退、自らの作品をダサ作だと号泣発表、出版を拒否。続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。そして最後、警察何かおかしいかね、長谷川警部補。いや、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表現が認められます。先に挙げた対象者は全て表現する前までは精神に異常などは認められていません。つまりが精神錯乱、ただの偶然じゃないのか。誰かが、先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。